放課後未来ラジオ。この番組は鹿児島県アイラ・イサ地域振興局の提供でお送りします。本庄小学校6年中野俊です。本庄小学校6年平山幸喜です。本庄小学校6年尾形修太です。本庄小学校の6年小門井月です。本庄小学校6年堀之内のぞむです。本庄小学校6年犬通り子です。本庄小学校6年柏原優です。本庄小学校6年中瀬良です。本庄小学校6年赤木国乃です。本庄小学校6年上野鈴です。今回は湧水町で有機農業を行っている園山農園園山秀邦さんにお話を伺っています。手作業と機械でするときどっちが多いですか？すごくいい質問だと思います。うちは年間でいろんな品目をずっと作り続けているので、機械化っていうのがですね進みにくい作り方ということになります。まあ人参がメインではありますけど、人参だけだったりすると、収穫から洗って選別とか機械が全部揃ってるんですけど、でも他の作物についてはまだまだ手作業も多いということで、まだ通年で言えば手作業の方が多いのかなと思います。はい。例えばこういった作業は機械でやっていて、こういった作業は手作業が多いとか、そういうのがあればぜひ教えてください。やはり重いものを持つ仕事であるとか、例えばその人参の収穫とか、じゃがいもの収穫とか、枝豆の収穫とかですね、こういうたくさん扱うもの、そして重いものを扱うものっていう場合は機械が多くて、逆にですね、草取りをするとか、測って、袋詰めする作業とかですね、こういうものは、まだまだ手作業が多いなという印象ですかね。今はどんな野菜を育てているんですか？全国でも冬にすごく生産に力を入れる県ですね。本州とか北海道がもう凍って動けないような時に、南国鹿児島からですね、野菜を作って出しているんですけど、その中でもうちの主力は人参とほうれん草、それからまあじゃがいもとかですね、このあたりが主力になっています。はい。それらの野菜が終わるとその後はどんなものがというのありますか？そうですね、春に向けて、今例えばまたトンネルビニールを作ってですね、その中で人参の種をちょうど撒いたところでした。これが5月頃の収穫になりますね。それから今日は12月の30日ですよね。12月の30日、年が明けますと、1月にはキャベツを植えていきます。これ4月収穫ですね。これもトンネルをして温度を作ってやるということ。それからですね、まあ2月になるとジャガイモを植え付けたりとか、枝豆を撒いたりとか、どんどんまだまだ人参も2月3月も取っていくんですけど、その中でもう次の種を撒いていくというような感じになってますね。農業を始めてどれぐらい経っていますか？今39歳になるんですけども、私は大学を出て21歳から22歳ぐらいかな、農業を始めているので、そうすると18年ぐらいですかね、になってきます。その中で兄弟とですね、農業を会社にして、飲食店も立ち上げてっていうのが、7年経ったところだったかなと思います。はい。1年あたりの収穫量ってどんくらいなのかですね。本当にいろんな品目を作るのでお答えしにくいところでもあるんですけど、うちの主力の人参であれば、40トンから50トンぐらいの収穫を、
秋からですね、春にかけてやっているというところですね。他には、まあ、枝豆を例えば、2トンとかですね。はい。枝豆って鞘を一個食べるんだけど、あれを2トン分、トラック1台分作っているというような感じです。そうだな。まあ、ほうれん草は葉物でですね、ふわふわ軽いんですけど、あれがだいたい、8トンぐらい作っているということになります。まあ、4万パックと言いますか、袋、スーパーに売られているパックですね、4万袋売っているというようなイメージですね。はい。はい、ありがとうございます。人参の次に多いものっていうのは何ですか？そうですね。重さで言えば、ジャガイモになるかなと思いますね。今、年々、ジャガイモがよく売れるようになってきて、収穫量を増やしている、生産量を増やしているところです。で、そうですね。20トンから30トンぐらい、年間で作っているという感じになってますね。はい。やめようと思ったことはありますか？野菜作りをしていて面倒くさいと思うことはありますか？ありますよ。面倒くさいと思ったことはありますね。で、やめたいと思ったことは実はないですね。その手作業が非常に多くって、機械仕事が、まあ、効率化できないようなところがどうしても出る。これが多品目作っていて、有機農業をしているっていうところではどうしても出てくる部分になります。なので、非常にやっぱり、これはもうめんどくさいな、やっぱりなんとかしなきゃいけないな、やりたくないな、と、スタッフさんたちに、そういうめんどくさい仕事を、私がめんどくさい仕事を用意して、スタッフさんにお願いしているというような状況が出ると、これはなんとかせないかな、ということを思ったりしますね。でもそういう課題がいっぱいあってですね、それを解決していくのが楽しいので、課題とか問題が出るたびにですね、やめられないなと、実に面白い仕事だなというふうに思います。ちなみに、一番めんどくさい仕事っていうのを一つ挙げていただくとすると何でしょうか？そうですね。トンネルで人参を、巻いたというふうに、お伝えしましたけども、トンネルって、なんでトンネルをするのかっていうと、真冬の12月に温度をしっかり作って、人参の種を、芽吹かせるために、トンネルという小さなハウスをですね、作るわけですね。これは、なんというか、有機農業ってもともと、旬の野菜を作りやすい時期に作って年間をリレーしていくっていうものが本来は有機農業の考え方ではあるんですね。で、そこにビニールを使って無理やり、人参を作っているっていうところはあって、そこはですね、なんというか、もともとやりたい冬のですね、ビニールのいらない人参に比べると、あまりやりたくない人参作りであるわけですね。春に人参がよく売れるので、そこに向けてどうしても作らなきゃいけない、その経営的な面とですね、またその、やりたくないことをやっているっていう部分、で、それは非常に気持ち的にも、めんどくさいことでもあるし、このですね、草取りを手でするということで、なるべくその、草取りしないように、いろんな工夫をするわけなんですけど、トンネルの場合はですね、その手間が、もう一つ増えるということにもなるので、やっぱりその、冬のトンネル人参を種をまいて、トンネルを設置完了するまで、こ
ここが非常にやっぱり、天気にもよるし、風が強いとできないし、非常に大変な仕事になります。農業と飲食店を同じ会社でしていて大変だと思うときはありますか？そうですね。兄弟で会社を起こしたときに、私たちは分業といって、まあ仕事を住み分けたんですよね。私は農業をで野菜を作る。で、弟や兄がですね、飲食店をしっかり面倒を見て、料理を売っていくというような格好なんですけど、まあ、飲食店と生産を両方やってるとですね、やっぱりその、連絡を密にするというか、まあ農場の情報を、こういう野菜ができてますよとか、美味しいですよとか、いう情報をこまめにですね、店側に伝えていくということが、お店の売り上げも上がるし、いいお客さんがついてくれることにもなりますね。で、野菜がどんどん売れていくということで、非常に大事な仕事なんですけど、まあ今までそういう発信をしてこなかったので、そこはお店のスタッフさんが、なんていうかな、お客さんに、話しやすい話題とか、ネタをですね、農場側から提供するということで、今までにない頭を使っている部分もあるのかな、というふうに思います。まあ、そのあたりが、非常にこの、まあ、大変というか、ちょっと、まあ、今までにない仕事をしているというようなところで、うん、そういう手間はありますね。はい。ちなみに、YouTube とか結構頑張ってらっしゃるのも、そういう情報発信の一環っていう考え方なんでしょうか？そうですね。YouTube、始めて2年ぐらい経つんですけど、もともとは、やっぱり、その、森の家族、飲食店を始めるのに、農場の情報をですね、お客さんに見てもらえるのに、どんどん動画を作っていって、いくらでも見てもらえる状況を作っていくというのは、すごく大事なことだなと思って始めました。ただですね、ちょっと当てが外れていて、まあ、飲食店に来られるお客さんは、ほとんど女性でですね、実は、その農場で、どういうふうに野菜が育っているとか、どういう人間が作っているかとかですね、そこまで興味がないというか、いる方はいるんですけどね、やっぱり、まあ限定的なのかなというところで、ちょっとその、私たちが本来見てほしかったお客さんと、YouTube をご覧になる方々は、まあ性別も世代も全然違う方という形でですね、もう本当はそこはつなげたかったんだけども、そこは当てが外れているな、という感じです。はい。逆にYouTube とか SNS もそうですが、そういう情報発信をしててよかったなっていうこともありますか？そうですね。それももちろん大きくてですね。まあ、まずは SNS してて、非常に仲間が増えるというところがあります。まあ、その全国に農業仲間ができるということで、いろんな情報交換ができるのはすごく大きいですね。それから、私がどんどん発信していくということで、勝手に全国に、私たちを知っている方々が増えていくということで、まあ、応援してくださる方もいるし、で、先日ですね、うちの農場は、社員さんを一人募集したんですよ。YouTube の動画だけで募集をかけたところ、いい方が一人見つかったということで、しかもまあ面接もするんですけどあってですね、向こうがこちらのことをよく知ってくれてるので、非常にその採用しやすいという面があります。だからある意味その農場の名前を売っていく、顔を売っていくというのはいろんな効果があるんだなと実感したところですね。動物が来ないようにどういう工夫をしていますか？湧水町は、鹿とかイノシシとか、アナグマとかですね、
ウサギとか、まあ、いろんな動物が出ますね。それぞれに対策をしないといけないし、まあ、放っておいても大丈夫な場合というのもあるので、そこは使い分けてます。この動物対策でですね、重要なことは、台風とか災害関係も一緒なんですけど、動物に食べられて作物がなくなる、減るっていうことに対しての対策をするわけで、対策したからといって、野菜がたくさん取れるわけではないというところなんですよね。つまり、このマイナスをゼロにする仕事、これが動物への対策なんですよ。だから、あんまり念入りにですね、ここに時間もかけられないと、お金もかけられないということがあると思います。だから、なるべく簡単な方法で、動物を追い払う、近づけない、入れないということがですね、すごく大事になってきて、畑を見回りする際に動物が出ていると、まあ動物の痕跡があるという場合に、まあ少しやっぱり様子を見て、まあ鹿が一頭、小鹿がですね、何も知らない小鹿が畑に迷い込んだぐらいであれば、もう放っておくというようなこと。また群れで入ったような足跡があって、被害が大きくなりそうだという場合は、しっかりですね、電気柵といって、電気の流れる電線を畑の外周に巡らすというようなことを、まあ、イノシシとか鹿対策では行いますね。そうやって、まあ、極力、労力を使わずに対策していくということですね。実際にその動物に食べられちゃったりっていう被害っていうのは結構多いですか？どうでしょうか？ですね。今、それこそ、ジャガイモは、まだ畑にあってですね、秋ジャガですね。鹿の群れが入ったようなので、これについては連作をしました。結構その鹿っていうのは、この本当に食べ物が、なくて畑に食べにやってくる場合と、もう別に食べ物はあるんだけど、畑の中で走り回って遊ぶっていうようなことをする動物でもあるんですね。だからそこはしっかり見極めて、まあ今、部分的にかなり食べられちゃったので、そこはしっかり、もうここに入るなっていうことで電気柵でしっかりガードをしたんですけど、まあ今やっとけば、許容範囲というような感じで抑えてますね。土曜日や日曜日も農業をやっているのか気にです。うちの場合は、私はですね、日曜日が基本的には休み。休みというか、休んでもいい日みたいにしています。もともとは、もうぶっ通しでやってたんですけど、やっぱりしっかり休みを作ろうよということで、日曜日をしっかり休むようにしました。で、社員さんについてはですね、基本的には週休2日になっています。1週間のうちに、水曜日と日曜日を休むとか、もう土日を連続で休むとか、いう形で、2日休んでもらってますね。また今そうやって働き方改革ということで、たくさん働きすぎないようにという政策がされてるんですけど、それはでも、押し付けると良くないと思っていて、働きたい人っていうのがやっぱりいるんですね。もっと体力あるから、もっと稼がせてくれ、働かせてくれという方ですね。そういう方はどんどんやっぱり生かしていかないといけないというふうに思っていて、そういう方は、まあ、週休2日を1週間おきにすると。この週は2日休んで、次の週は1日休むということを繰り返すというようなパターンですね。まあ、まあ、無理はしてほしくないので、無理せずしっかり頑張ってほしいというような形で休みを作っています。お正月はどんな感じですか？お正月はですね、しっかり休みに入って3日までということで、4日だけ正月はですね、お休みにしています。これは他の業種に比べれば
少ないなというふうに思うと思うんですね。これは、冒頭に申し上げたように、鹿児島の書き入れ時、稼ぎ時はやっぱり冬なんですね。だから、お正月あんまり長く取りすぎると、ここは、そういう、たくさん売るチャンスを逃してしまうわけなので、もう少し違う季節、もうちょっと作物が出にくい暇な時期、まあ夏の暑い時期とかですね、そういうところで多めに休みを取ってもらうというふうにしています。農業をするようになって変わったことはありますか？もう18年、9年やってますので、どうだったかなという気もするんですけど、まあ私は実家が農家でしたので、農業について、まあ元小さい頃から働いて手伝ってもいたし、割と知ってるつもりではいましたね。ただ自分でやってみると、全然やっぱり違うということも分かってきて、その野菜の作り方ですよね。有機農業で、まあ薬や、化学肥料を使わずに野菜を作るっていう奥深さがですね、非常に面白い。そこはまあ、全然やる前とは、考え方が変わって難しいんだな、奥深いんだな、ということを実感しましたね。6年担任の笠木です。よろしくお願いします。園山さんがこれからチャレンジしたいことがあったら、ぜひ教えてください。そうですね。チャレンジですね。まあ年々チャレンジでもあるんですけど、やはりその、有機農業で、会社をですね、何年も続けて、うまい経営をしていく、黒字を出していくと、しっかり、いい意味で儲かっていくということは、やっぱりすごく難しいなというふうに実感しています。これをまずは、そういう基盤というかですね、まあちゃんと基本的にやることをやっていれば、その基盤はぶれないというか、しっかり毎年利益を残していって、社員さんにボーナスの一つでも払えるようにですね、ことができていくんだと思うんですね。ここをまずは毎年試行錯誤しながらチャレンジしていってるというところで、あとはですね、その基盤さえできれば、まあ、ある意味どんどんもっともっと大きくなれるというふうに思っています。大きくなるっていうのはですね、まあ農業の場合、やっぱり畑がないと始まりませんので、地域でどんどん高齢の方が辞められていく時代になってます。これをなるべく荒らさないようにして生かしていく。それでまあ地域にとって必要な存在になるということですよね。まあ農業が元気だと畑も元気だし、そこに雇える方も増えていく。だから地域に仕事を作っていくことにもなると。で、また農業ってすごく、その野菜を運ぶ運送会社とか、肥料屋さんとか、先ほどのビニールを売る会社さんとかですね、またその、野菜を食べる方、野菜を売る方、いろんな、業種とつながっていますので、農業がしっかり元気で、いろんな人とつながって、地域が回っていくというような意味ではですね、まあ畑がどんどん出てくるのであれば、それを、受けられる、うちに任せてくださいと言えるような体制をしっかり作って持っておくということがすごく大事なのかなと思うので、まあそういう意味でずっと続いていけるようなですね、農場づくりに、長い目でチャレンジしていくということになります。はい、ありがとうございます。ちなみに、はい、野菜の種類として何かこう、今はやってないけど、これから取り組んでみたいものとかっていうのはあったりしますか？そうですね。今、十数種類の野菜を年間作っていて、例えば去年、秋にですね、
マコモダケという、田んぼでできる、なんかタケノコみたいな、味はズッキーニみたいな、ものを作りました。これはですね、まあ、秋の、まあ、売り上げを増やすためにちょっと挑戦しようかなっていうことで始めたんですけど、やっぱ結構売れると、まだまだ知らない方も多いんですけど、田んぼで作れるんですよね。で、野菜作りから言えば、その、田んぼってしっかり乾く、ような畑でないと、いろんな野菜をあてがうことができないんですけど、多少ぬかるみの多い田んぼであっても、このマコモダケが育つ。っていうことは、マコモダケの売り先が増えていくと、条件の悪い田んぼも、うちが受けていくことができるということなんですね。まあ、お米もやってるんだけども、去年は少しお米を減らして、マコモダケに挑戦しました。で、そういうやっぱり、整備されてない、乾かない、良くない条件の田んぼがいっぱいあるので、そういうところを今後うちが受けるとなると、そういう品目も必要だな、ということで、まあ非常に美味しいのでですね、よく売れましたね。はい。こういう品目を、まあ、毎年、まあ試験しながらですね、組み込んでいって、私も秋っぽいので、ちょっと違ったものも作りたいというのもあるんですけど、喜ばれて、経営にこのプラスになるような品目はどんどん積極的に挑戦していきたいなと思います。まあ農業、すごく、こうやって、やりたいことに向かって自由にですね、やっていける面白い業種なので、まあ、今後とも興味を持ってですね、農業を見ていってもらえたらなと思います。野菜のやつはほぼ手作業かなと思ったけど、機械でやってるんだなと気になりました。いろいろな種類の野菜を育てているんだなと思いました。僕は農業は楽しくないと思っていたけど、楽しいこともあるんだなと思いました。どんなところが楽しくなさそうだなって思ってた？なんか草取りとか。ああ、草取りが大変っていう話あったもんね。なるほど。いろんな機械を使っているんだなと思いました。有機の名前が気になっていました。野菜を機械できれいにしていることを初めて知りました。お父さんが有機農業をしていたから始めたというのが心に残りました。畑の山とかを作るのは大変そうだなと思いました。冷蔵庫の中を見たり機械を使っていたりしていたところがすごいなと思いました。農業をするのはとても大変だと思うけど、そこを工夫してやっているのがすごいと思いました。放課後未来ラジオ。この番組は鹿児島県アイラ・イサ地域振興局の提供でお送りしました。